ステイシーオーモニアオピンコットが自分を発見した話、1. 人間の才能というものはなかなか発見しがたいものだ才能がないからといって決して失望してはならぬあるものは 若い時に探して探して探し抜いても何の才能をも発見し得なかったのにふとした動機から中年を過ぎて自分の才能を認めたとえ人以上でないにせよとにかく人並みに何事かを成し得ることを発見しないものでもないこの話の主人公たるオピンコット君は26になるまで何の才能も見せなかった学校でも家庭でもどこでも 嘲笑の的だった。七つの仕事に手を出して七つとも失敗し、その仕事を捨ててしまった。いや、彼が仕事を捨てたのではなく、事実は仕事が彼を捨てたのだった。けれども、生まれつき楽天家の彼はいつものんきに構えていた。彼はお父さんと、それからよく彼を叱るジョンという兄さんと、 それから彼を愛しながらいつも小言を言うジェーンとエンマの二人の妹と一緒に暮らしていた幸いにしてお父さんはかなり裕福な石炭症だったがオピンコットの将来に望みを抱いたことはないまあ金持ちの嫁でも自分で見つけてくれればいいがと思うくらいが石の山だった何の取り柄もないオピンコット君も男前だけは良くて いつもよくしゃ,べったしゃべることにかけては彼も才能を持っていたとも言えるがしかし巧みにしゃべることとなるとまた別問題でこれは彼にとっても身に余る仕事だったさてこの話が始まる頃の彼は失業して2か月ばかり遊んでいたその遊んでいた彼が出し抜けに探偵になると言い出して いの,のの度を抜いた。お父さんはただ笑った妹のジェーンとエンマは「ハハハハ兄さんが探偵になるなんて冗談はおよしなさい!」と笑ったけれどもこの時にはもうオピンコットくんは片足を探偵に突っ込んでいたのだからいまさらほかから文句を言ったっておっつかない。 彼は、はやユーリデイス街に一室を借り、堂々たる看板を掲げて、新聞にも次のような広告を出していたのだ。あなた方のご主人は、本当に夜半まで会社にいるのでしょうか。あなた方のサ君が旅行に出かけた時の連れは、本当にお母様だったでしょうか。友人がいつもよくパリに行くのは何のためでしょうか。 それらの疑問に悩む人はブルームスベリーユーリデイス街9番オピンコット探偵局にご相談あれ満足な回答を与えることを受け合います彼は一家の者の嘲笑を平気で受け流して失業の2ヶ月の間探偵小説ばかり単独していたそして自分が耳隠しのついた取り打ちをかぶって殺人犯人を追跡したり 公爵夫人の宝冠を発見して犯人を逮捕する光景なぞを胸に描いては一人越えずに行っていた心配しないでください僕だってそんなに馬鹿じゃありませんから彼がこう言うと兄のジョンは笑いながらしかしまだ足らないところがあるよ妹のエンマもそばから口を出して兄さんは 探偵に必要な性質は一つも持っていないくせに、持っていてはいけない性質ばかり持っているんだわ。兄さんには、論理的な推理の力もなければ、物事を考える頭もない。その上、おしゃべりと来てるんだから。人の前で言わんでもいいことまで言っておしまいになるわ。探偵なんかおよしなさいよ。ジェーンも口を添えて。 探偵になるより探偵小説でもお書きなさいよ。その方がたやすくもあれば危なげもないわ。お父さんはいすから立ち上がりながら。ノラ、俺は用事があるから出かけるとしようか。おいエンマ、お父さんの靴を持ってきてくれ。それからお前は探偵になるんなら。 そんなにポカポカタバコばかり吸っていちゃダメだぜそしてオピンコットくんを一人残しながら他の者はみんな点での仕事に解散したそれから10日間オピンコットくんがどんなに家族の者から嘲笑されたかそれはいちいちここに書いていられないがとにかく彼は残酷なほどの嘲笑を受けた 真に心から愛し合っている者の,の間にのみ取り交わされるところの残酷なほどの嘲笑の言葉を浴びせられた。オピンコット君は街に出て耳隠しのついた取り打ちを買ってきた。それからテーブルの上にペンや紙や陰気を置き、彼としては面白い思いつきだが、三つ四つのファイルを買ってきて、それに、マントジョン夫人事件、ヤナ事件、 ハリジキョうじけなぞと対処してお客に見えるように壁にかけた巻きタバコをどっさり買い込んで五六種の新聞に毎日順々に現れる自分の広告に対する依頼人を待ちながら朝から晩までテーブルの前に座っていたそしてぷかぷかタバコを吸いながら探偵小説ばかり読んだけれども依頼人が来た時にすぐ小説を隠せるように いつも引き出しを開けておくことだけは忘れなかった本当の探偵は探偵小説なんか読まぬと思ったからだ大事件が起こったのは彼が探偵の商売を始めてから10日目のことだった彼はその日探偵になったことをいささか後悔しながら昼食を食べに近くのレストランへ行って帰ってみると自分の事務所の前に 一人の外国人らしい皮膚の黒い紳士が突っ立って、オピンコットが紙み切れに、昼食に出ましたが、20分の後に帰ってきます、と書いてドアに貼った文字を読んでいた。その紳士は、オピンコットが帰ってくるのを見ると、あなたがオピンコットさんですかはあ、僕です。ぜひお願いしたいことがあるんですが、 どうぞ、お入りください。彼は外国紳士を案内して部屋に入ると、素早く読み差しの探偵小説を引き出しに隠し、相手に椅子を勧めて、自分も椅子に腰掛けると、ご用事というのは、外国紳士は、きょときょととあたりを見回しながら小さい声で、あなたは、テイザ伯爵が証券を盗まれたときに、 犯人を探されたことがあるそうですね。い,いえ。おや。だって今日私の妹に伯爵から電話がかかりましてね。その話では何でもあなたが。オピンコット君は急に自分のトンマに気がついた。そうそう。そんな事件を取り扱ったかもしれません。何しろたくさんの事件を取り扱ってるもんですからね。 ついその、忘れちゃうんですよ。そう言いながら、壁にかけたたくさんの書類差しに、司祭らしく目をくれた。外国紳士も彼の視線を追って書類差しを見ると満足したらしく、前鏡になって、オピンコット君の膝を軽く叩きながら。いや、別にその事件と関係があるわけではありません。ただ、そのティーザー伯爵があなたを紹介してくださったというまでですが、 実は今度私の妹すなわちスフォルザ伯爵夫人が首飾りをなくしたんですよまあよく聞いてくださいオピンコットはこいつは閉めたと思いながら耳を澄ました私の妹の名はお聞きになったことが終わりでしょうスフォルザ伯爵夫人ですよとにかくその妹が今度 サセックスの別荘で7人のお客を招待したんです。お客が別荘に集まったのは先週の土曜日でした。ところがその次の日、すなわち日曜日ですね。日曜日の夕方、妹が食堂に出ようと思って服を着替えようとすると、どうです。今まであった数千ポンドに値する真珠の首飾りが、 宝石箱からなくなっているのです。そこでお客様には何も告げずに一週間投留してもらうことにし、早速召使いの手荷物や所有物を残らず探してみました。月曜日には警視庁からバテズリーという刑事が来てくれました。けれども、今日は水曜日なのにまだその首飾りが出てこないんです。刑事のバテズリーさんは、 来客の一人という名目で他の客と一緒に今でも別荘に投留しています。じゃあ、夜中に外から泥棒でも入ったんでしょう。と、おピンコットくんが快活に言った。ところが、泥棒が入った形跡が少しもないんですよ。外から入った形跡もなければ、家から出た形跡もありません。お客様はみんなまだ別荘にいます。 妹は随分心配して友達のティーザ伯爵に電話で相談したのですするとティーザ伯爵は「それじゃあいい探偵を紹介しよう」「オピンコットさんに捜索をお願いしておらんあの人ならしっかりしている」という返事でしたから妹はすぐ私にオピンコットさん方に行って相談してくれというのでそれで私が今日お伺いしたのです 今夜5時10分の汽車でロンドンを立てば、ちょうど夕飯の時刻に向こうに着くのですが、いかがです一緒にその汽車で別荘まで行ってくださいませんか承知しました。えー、っと、あなたのお名前は私はスジチルムスキー男爵です。そうですか。承知しました。しかし、別荘に行く前に、 僕はちょっと家に帰ってこなくちゃなりませんよ家にええハイゲートの家に帰ってお父さんやみんなに話してそれから荷物をこしらえるのですあなたは今夜別荘の食堂に出る時にイブニングドレスをお気になりますか男爵もこの意外な質問にはめんくった多分自分の英語の知識が貧弱なために この有名な探偵の言葉が分からなかったのだろうと思ったそこで男爵は話をそらしてじゃあオピンコットさん5時10分に停車場で待ち合わすことにいたしましょうそれからちょっと断っておきますが妹はあなたに探偵としてではなくて普通の来客の一人として来てもらってくれと言っていましたつまりあなたが探偵だということを 誰にも知らさないのです知っているのは私と妹の2人だけそういうことにすれば他のお客がみんな遊びに出た後であなた一人残ってお客の持ち物など探すのに都合がいいというわけです探偵としてでなく普通の来客すなわち教授でも科学者でもあるいは探検家だと言ってもよろしいいかがですオピンコットさん 何か専門に研究なさったことでもありますか旅行は随分なさったでしょう他の来客に対してどう紹介したらいいでしょうねあなたのお得意はオピンコット君はしばらく頭をひねって考えていたが。そうですね。まあ、スヌーカープール。玉突きの一種。が得意でしょうね。と言った。 スヌーカープール。男爵はこの言葉を返しかねた。なんだか難しそうな名前だと思った。しかし、無遠慮に問い返すのも気が引けたので。よろしい。じゃあ、スヌーカープールの大価と言って一堂に紹介しましょう。で、お名前は名前は本名でいいでしょう。おビンコットで。 スヌーカープーリストのオピンコットさんよろしい2オピンコットくんがハイゲーとなる自分の宅へ帰った時には幸いまだ父も兄も帰っていなかった2人の妹がいるきりだった彼は落ち着き払った応用な口ぶりで2人に これからスフォルザ伯爵夫人の首飾りを捜索しに行く旨を告げた2人は初めには冗談かと思ったしかし兄がイブニングドレスや靴やカラーやネクタイや果てはハケまで挑発してカバンに詰め込むのを見るに及んでは本当にせざるを得なかった彼は発車間際になってやっと停車場に駆けつけたもし男爵が 先に一等の切符を2枚買って待っていてくれなかったら乗り遅れるところであった2人は急いで汽車に駆け込んだ汽車の旅はすこぶる平穏だった初めから終わりまでオピンコットが一人でしゃべったが男爵がどのくらい彼の言葉に感心したかは疑問である男爵は今度の事件について話したいと思ったが口を開く機会がなかった ただ言えたのは刑事バテズリー氏にはなるべく彼が探偵だということは知らせずにおいてくれということだけだったバテズリー氏が何の手がかりを得なかったのには伯爵夫人も失望しただから伯爵夫人はバテズリー氏に相談せずオピンコット君にはオピンコット君一流の勝手の方法で捜索してもらいたいというのだ彼らが別荘に着くと ちょうど疲れたらしい二人の大佐が広間でコクテールを飲んでいた他の来客は夕食のために服を着替えていた男爵はオピンコットを二人の大佐に紹介する時にスヌーカープールという英語を忘れたものだからスノッドルポールの大価オピンコット氏ですとやったけれども男爵がこの英語を忘れたのは 本人にとってはかえって幸せだった。もし玉突きの大火だなぞと紹介しようものなら、その道にかけての猛者たる大佐にすぐやられるところだった。疲れたる大佐は面倒でもあり、また礼も書くと思って、スノットルポールが何のことか、そこまでは尋ねもしなかった。白尺夫人が待ち受けているので、彼はすぐ夫人の部屋に案内された。 彼は婦人の部屋に行く前に着てきた耳隠し付きの取り打ちを脱ぐべきかどうかちょっと迷ったいかなる名探偵でもこいつを脱げば平凡な男になるけれども二人の大佐がいぶかしげなというより反感を持った眼差しで見ていたので帽子だけは脱いでいくことにした伯爵夫人は小さい色の黒いイライラした人だった おそらく真珠の首飾りを盗まれたので石のように硬くなっているのであろう彼女は盗まれた首飾りの代わりに他の首飾りをつけていたこれもまた盗まれたとしたらどんな結果になるだろう夫人の英語は兄の男爵の英語よりもまた稚拙だった私英語が下手です私が首飾りを盗まれたことは 兄から早お聞きになったでしょ刑事のバテズリさんはダメです。そこであなたに頼みました。お客は土曜日にこの別荘から解散します。今日は水曜日です。この家はご自由にどこでも探してください。それから念のために言っておきますが、盗まれたことを知っているのは兄と私の二人きり。私の娘でさえ知らずにいます。 わかりました、とオピンコットくんが言った夫人は彼の前に進み寄って熱心な口調で言ったねえもうすぐ夕食のベルが鳴りますあなたも皆さんと一緒に食堂へお行きになりますかそれともあなただけ残って留守の間に部屋を探して後で一人食堂に行って食事をしてくださいますかどうなさいます 彼は先に階段の下でいい匂いを嗅いでいた。それは生地かうずらを焼く匂いだった。その上彼はお腹ペコペコだった。いや、僕は食事を済ましてから証言に取り掛かります。何しろこんな仕事は腹が減ってはできないことですからね。彼はこの証言という言葉の本当の意味は知らなかった。 ただ探偵小説の中によく出てくるから言ったのだしかし男爵には通じたと見えて「証言をするのです」と繰り返してそれを彼らの国語に訳して夫人に伝えた夫人が納得すると彼は定められた自分の部屋に退いて兄のイブニングドレスに着替え始めた彼は食堂に行ってそこに集まる来客一同に スノットル・ポールの大家オビンコット氏だと紹介されて座席に着いた時やっぱり早く食堂に来てよかったと思った第1ごちそうが素晴らしいものだったこんな食べ物やお酒が存在していようとは夢にも思わなかった第2に彼はこの家の礼状と並んで座っていた 彼女はおてんばらしい黒い目をしたバカに美しい娘でまるで英国人のように英語が上手だそして彼の喋る言葉に面白そうに耳を傾けた約2、30人ばかりの人がテーブルを囲んでいたので耳に口を当てるようにしないと彼女に聞こえないしばらくすると急に彼女が食う手を止めて聞いたトデインポットさん あなた、スノットルポールの大化だそうですってね。僕はトデインポットじゃありません。オピンコットですよ。と彼が訂正した。あら、失礼。で、何ですのスノットルポールにも近頃のアインスタインの学説が影響していますかこれは案外危険な女だと思った。 むやみに喜んだのは早まりすぎたと気がついた。この攻撃を防ぐ方法はこっちから質問を浴びせるより他はない。彼はそこでいいえと答えるとすぐ言葉を継いで。あなたはオックスフォードですかケンブリッジですかと出た。ケンブリッジよ。これは面白い。僕もそうなんです。ボートは行けますか え競争用のボートなのホッテントッドさんこの女には面白いところがある彼女がテニスや演奏会やタバコの話ばかりしてくれるならいつまで相手になっていても面白いのだが彼は記事を食い出した時初めて自分が探偵としてここに来たのだということを思い出したこの中の誰が真珠の首飾りを盗んだか それを捜索しななくてはならぬ彼はじろじろ一同を見渡した見渡したところよくもそろいもそろった泥棒らしくないやつばかり集まったものだと不思議に思われるくらいみんな懐が温かくて金持ちらしくてそれでいてどこかこう足らぬようなつまりなすべきこととなすべからざることとの差別以外には何も知らぬようなところが見えた 彼らが真珠の首飾りを盗もうとは思われぬ。ところが、毒々しい面相の人間が一人見つかった。テーブルの一番向こうの端に座っている男だ。あそこに座っている人は誰ですかと、オピンコットが礼状に聞いた。バテザリーさんよ。ほう、刑事さんか。 じゃあ、まさか犯人でもあるまい。しかし、物は見かけによらぬものだ。綺麗な顔の奥に、恐ろしい悪魔の手が控えているかもしれない。いや、そんなことはない。お酒のおかげで、どうやら頭が混乱し始めた。これではダメだ。次に控える大きい仕事のために、頭を清くしておかねばならぬ。 証言が控えているではないか夕食が済んで夫人たちが姿を隠すとオピンコット君は仕事を始める時が来たと思った彼はそっと食堂を抜け出したそして階段の下まで来たと思う時出し抜けに後ろから落ち着いた声が叫んだ「オピンコットさん振り向いてみると刑事バテズリーした」 彼は急に不愉快になった。刑事と言葉を交わしてはならぬとかねてから夫人に言われている。けれども、目の前に立つこの刑事には拒みがたい威厳があった。ちょっとお話ししたいことがあるんですが、そこの玉突き場に入ってくださいませんか。と刑事が言った。玉突きのお相手になってもいいですが、 しかし、僕は用事がありますから。あは、なあに、いいですよ。と言いながら、バテズリーは彼を玉突き場に誘い込んで、戸を閉めた。あなたは、白尺夫人に頼まれておいでになった私立探偵局の方だそうですね。これが僕の名刺です。僕の職務は刑事です。白尺夫人はあまり気一本な方ですが、 僕はお互いに捜索の結果を知らせ合って共同して働いた方がいいと思うんですさあどうですかねと気が乗らないらしいオピンコットが言った刑事はそれには頓着なしに言葉を続けた僕はあなたのご便宜のために自分で調査しただけのことはいつでも知らせます夫人は 12日の晩にはあの首飾りを首にかけていました。そして寝る前に宝石箱にしまって鍵をかけたのです。ところがその翌日の夕方箱を開けてみると初めて亡くなっていたのです。はあはあ、そうですか。宝石箱の鍵は鎖の先につけて一日夫人が持ち回ったのです。 それからまた夜はドアが閉めてありますから誰も夫人の部屋に入るものはないだからもし昼のうちに箱を開けたものがあるとすれば鎖から外してまた元の通りに鎖につけたのですけれども夫人は一日その鎖を身から離さなかったと言っています無論ピアノの上やテーブルの上にその鎖を手放しておいたことはあるでしょうが 誰もそれに手を触れなかったことが事実です。ですから、もし鍵を使った奴があるとすれば、よほど貧瘍な、かつまた、よほど夫人と親しい間柄のものでなければなりません。なるほど。僕は、召使いはもとより、来客一同の性質や経歴をよく調べてみました。ところが、一人、園庭に経歴の良くない奴がいましたが、 この男は家に入っていません。そこで、嫌疑をかけるべき人が一人もいないのです。しかし僕はその上に、念のために彼らの部屋から持ち物まで、みんな秘密に調べてみたんです。やっぱりありません。もし来客の一人が盗んだとすれば、その人はこの別荘を出たがるに違いないはずなんですが、 みんな次の日曜まで登留する気でいて、誰一人反対するものがないんです。そりゃ不思議ですね。どこかに落としたんじゃないでしょうか。あなた、寝台の下を探してみましたかあなたはまだ若いんですね。刑事が続けた。それに見たところ、あなたはこの家の令状オルガさんにまんざらでもないらしいが、 僕は、あの礼状を怪しいと思ってるんです。え礼状あの礼状が盗んだとおっしゃるんですかご覧の通り、伯爵夫人とあの礼状とは、口も聞かないほど仲が悪いんです。始終喧嘩をしています。礼状は、スチニーという宝刀者と結婚したがっていますがね。夫人はそれを許さないんです。 首飾りがなくなった話さえ、礼場には言わずにいるんです。それのみか、スチニーというその若者は、ここへ出入りすることを禁じられているんですが、ちょいちょいこの近所をうろついていて、時々礼場と合引きをやっているらしいです。こりゃ驚いた。僕は、あのお嬢さんはそんな人だとは思いませんでした。と、オピンコットが言った。 言うまでもなく、これは僕の想像ですがね。若者は金を持っていない上に放灯者なんですが、友人だけはいいのを持ってる。だから真珠の首飾りでも手に入れば、それを友人に処置してもらうだけのことはできるんです。ですから、あるいはこの若者が霊場を口説いて、霊場に首飾りを盗み出させたかもわからないのです。 ただ礼場が自身で盗み出してその若者に渡したかどうかが疑問なんですがしかし目下のところ伯爵夫人の同性や習慣をよく知っていて部屋に近づくことのできるのはその礼場より他にないのですから疑えば礼場を疑わねばならないのですそこで僕がこの礼場に近づこうとしているんですが向こうが逃げて仕方がありません ところが礼場はあなたには馴れ馴れしくしている様子だからちょうどいいあなたは礼場を誘って散歩したり船に乗ったり気が向いたら礼場と恋をするんですねああ兄のジョンがこの言葉を聞いたらどう言うだろういつも嘲笑されたオピンコットが真の刑事の相談を受け伯爵夫人の礼場に恋することを勧められているのだ 彼はもう少しのところで、そうです。我々同業者は共同しなくちゃなりません。僕は事故を犠牲にして、礼状に恋をしましょう。というところであった。けれども彼はこのバテズリーという男を好かなかった。どこかこの男には冷酷な近づきがたいところがある。 秘密を嗅ぎ出すために女に恋するのも卑しいが、それがために他人を頼んで恋をさせるのは一層卑しい。そこで彼は、一応よく考えてみることにしましょう。と答えて、応用に挨拶してから玉突き輪を出た。3 翌朝になって考えてみたら、刑事が昨日あんなことを言ったのは、邪魔者の自分を避けるためではないかと思われだした。自分がオルガ城と一緒に川に行ってボートにでも乗っていれば、留守の間に刑事が一人腕を振りうるわけだ。そうだ。彼の言葉にやすやすと乗ってはならぬ。オピンコット君は、 自分は自分で捜査の方を進めることに決心して朝食を食べに行ったしかし自分で捜査すると言ってもどうしたらいいだろうどこから手を出していいかとんと見当がつかぬしかしとにかく刑事のバテズリーが来客の部屋やカバンを一人で捜査してくれたのはありがたい一番嫌な仕事が助かったわけだ朝食が済むと伯爵夫人がおピンコットを自分の部屋に招いた いかがです犯人の検討がつきましたかまだです。今、二三人の行動を観察している最中です。手がかりがございましたかありません。家の中はどこでもお構いなく探してください。そしてぜひ犯人を探し出していただきたいのです。ご安心ください。犯人は必ず探してご覧に入れますよ。 いかにも確信ある口ぶりで彼が答えた。夫人の部屋を出て庭に降りると、オルガ城の姿が見えた。フロックスやカンピーンの花の間に佇む彼女は、恐ろしく美しく見えた。おはよう、オデイン・ドットさん。あなた、これから一緒にボートにお乗りにならない彼がしてはならぬと決心したことを彼女の方から進めてきた。 刑事バテズリーは彼を邪魔にしてそう言ったのだ。自分の務めは家の中を探し回って亡くなった首飾りを発見することで船遊びをすることではない。大きな蜂がフロックスの間を飛び回っている。空気はその蜂のうなりで満たされた。それから小鳥の歌や遥か遠方の牛の鳴き声なぞが静かに聞こえる。 お供しましょうと彼が答えたそれから30分後には二人が一つの船で静かな小川の上を滑っていた彼は上手と言えないまでもとにかく船を動かすことができた彼は炉の茂みに入ると速度を緩めて手を休めたスノットルポールの話を詳しく聞かせてちょうだいな と彼女が言った。オピンコット君は巻きタバコに火をつけてしばらく考えた後。僕は、スノットルポールの話なんかなるべくしたくないと思ってるんです。休みにはそんなことを考えたくないんです。あなたは休暇をとって遊びにいらっしったんですかこうオルガ嬢が聞いた。 世間には知っていることを平気で尋ねる女があるものだが、彼女がその種の女だった。だから彼女の方に知らないことがあっても、どこまで知らないのかこっちから見当がつかない。彼女の黒い瞳は彼を殴っているように思われた。ええ、おかげで面白く休暇を過ごしています。と彼が平気で答えた。<laughs> あなた面白い方ねあなたの身の上話でも聞かせてくださいなこれはオピンコット君の方から話したいと思っていたことでもあった彼は前を気を抜きにして父のこと兄ジョンのこと妹のエンマやジェーンのことそれから自分の身の上話をちょうど探偵になる少し前のところまで話して聞かした今何をしていらっしゃるの 今ですか船の竿を持って休んでいます。なんという賢い答えだろう。彼はすっかり愉快で得意だった。まあ、随分面白いことをなすったのね。しかし、そんなことをしていらして、いつの間にスノットルポールの大火におなんなすったんでしょう。あのね、オルガさん。あれは嘘なんですよ。 でたらめなんですよ。僕は、スノットルポールがどんなものやら、それさえ知らないんですよ。たちまち、彼女の交渉で船が揺れ出した。まあ、あなたはどうして私方においでになったのお母さんもあなたのことを知らないし、おじさんも知らないんだし、お客さんも知らないんだわ。ただ、おじさんがロンドンから連れて帰ったというだけで、 そのあなたがスノットルポールを知らないなんてたまげちまいましたわ <laughs> 彼はこの娘が自分の手に余る女だと知ったおそらく彼女は自分の恋人すなわち首飾りを盗んだ男をかばっているのだろうあなたは僕に帰ってほしいとでもおっしゃるんですか 多少ムッとした調子で彼が聞いた。そんなことがあるもんですか。あなたは私の好きな方ですわ。一人ぐらい何も知らない若い人がいらっしゃった方が面白くていいと思いますわ。この悪魔め。もっと向こうに行きましょう。と彼が言った。いたずらっけの多いおせっかい好きな令状と、 当惑しておどおどした探偵とは、昼食の頃になるまで川で遊んでいた。二人が別荘に帰った時、オルガ嬢が、午後はテニスをやりましょう。と言った。オピンコット君は心の中で、この女は僕を見張っているのじゃないかしら。と思ったが、口では、 やりましょう。と、答えた。4。別荘に帰るとすぐ夫人に呼ばれて、オピンコット君は夫人の部屋に行った。まだ手がかりがありませんかまだです。しかし今にわかりますよ。うさんな人でもありますか 今では言われません。そうですか。彼が食堂に入ると、バテズリーが意味ありげに覗いてみせた。紳士たちは大抵寮に出て、が型でなければ帰らないということだった。オピンコットは食事しながら、要するにバテズリーの言ったことは事実だと思った。首飾りを盗んだ奴は令状の恋人に違いない。 礼状の様子を見ているとそれに違いないことがわかる。礼状は自分が探偵だことを案に悟って自分の番をしているのだ。自分が礼状を探ろうとしているのに、かえって自分が礼状に探られているのだ。礼状と提給をしてはならないぞ。提給は断ろう。提給は断って、 自分は自分で勝手に操作を続けることにしよう。しかし自分が勝手に操作すると言ってどうしたらいいだろう。探偵という仕事は自分でやってみると、探偵小説で想像していたよりは難しいものだ。刑事バテズリーのやつはとにかくうまく操作をしている。食事が済んだら部屋に帰って一人でよく考えてみよう。 彼は食卓を立ち上がるとオルガ城の視線を避けるようにそっと食堂を出て2階に上がって自分の部屋に帰ってピンと鍵をかけた彼は約束のハガキをまだ家に出していないことに気がついたそこで早速ペンを取って無事に着いた伯爵夫人の首飾りはまだ出てこないしかし土曜日に帰る時までには きっと犯人をあげてみせると書いた彼がハガキを書き終わるとおりから外にコツコツと扉をたたく音がする開けてみたらオルガ城だったあらぴんことさんお邪魔をしてすみませんあのね今若い夫婦の方が提供をしようっておいでになったの3人じゃだめですからあなた来てくださらない 他に誰もいないんですから。仕方がなかった。彼はお茶の時刻まで提供をした。若い夫婦が帰ってしまうと。また川へ行きましょうよ。と、オルガ城が誘った。いや、行くものか。決して行ってはならない。彼女が柔らかい手でギュッと彼の腕を握って。 ていいらっしゃいよ晩型になると急に寒くなるかもしれませんわ1羽のムクドリがリンゴの木の上で鳴いたええありがとうスウェッターを着てきましょう彼は再び例の炉の茂ったよどんだ川に浮かんでオルガジョが白い指先でぼちゃぼちゃ水をもてあそんでいるのを見たとき 自分が彼女を避けるように努めたのは、実はもし彼女の恋人が首飾りを盗んでいたのなら、自分がそれを発見する人間になりたくないからだということを知った。彼は実際、オルガ城に苦痛を与えることは何でも避けたいと思っていた。彼女に喜びと幸福のみを与えたいと思っていた。そしてできることなら、 彼女を両手で抱きしめて。あなたを愛しています。あなたを愛しています。あなたを愛しています。またはこれに似た言葉を言いたいと思った。水面に反射する日光が彼女の顔に映っている。彼女は薄い綺麗な絹靴下を履いている。俺は、 探偵に向かない男だと彼が心につぶやいた彼が5分間ばかりぼんやり彼女を見つめながら考えていると何を考えていらっしゃるのと彼女が聞いた人生はおかしなものですねと彼は沈んだ声で言った本当ですとも あなたの賢いのには感心してしまいましたわ彼はこの言葉に挑まれたように急に前に進み出て彼女のすぐ前の席に向かい合って腰をかけた女はいぶかしげな目つきで彼を見守った彼は全身の勇気を振い起こして女の両手を握りしめオレガさん僕は土曜日が来ても 帰りたくなくなりました。女は握られた両手を引こうともせず、おかしな目つきで相手を見つめながら。だって、あなたの役目は済んだんじゃございませんか役目そうそう。あなたは休暇で来ていらしたんだわ。5分間の間でいいですから真面目になってください。あなたが婚約している男は、 彼がここまで言うと、オルガ嬢がびっくりしたように両手を引いて。えと叫んだ。ちゃんと知っていますよ。あなたはスチニーという男と近いうち結婚なさるんでしょ誰がそんなこと言いましたそれは言われません。彼女は急に顔の表情を変え、やや激光した口ぶりで。 そんなことをおっしゃるのなら本当のことを申しますが、婚約なんかしていませんの。もう済んだ話なんです。よく調べてみましたら。まあ、こんな話はよしましょう。とにかく済んだことなんですから。オピンコット君は二つの衝撃を受けた。第一は、スチニーのやつが破れたのなら、 自分が名乗り出してはどうだろうという嬉しい衝撃。第2は、探偵としての自負心を傷つけられたことだ。彼女とスチニーの間に関係がないのなら、彼は探る必要のないところを探っていたのだ。ただ、刑事バテズリーの言うままを信じて、二日の間無駄骨を折っていたのだ。彼は刑事に復讐することを心に誓い、オルガ城を捨てて、 新しい方面を操作するために別荘に帰ることにした。別荘に帰るには帰ったが、船を抵抗にしまった時には辺りに夕闇が立ち込めて、芝生がしっとりと梅雨に濡れていた。彼は自分が次第に困難な位置に陥りつつあることを感じた。夕食後、また妙案が頭に浮かんだ。彼は、 内密に男爵と白爵夫人に会いたいと申してた。無論、これは探偵として自然な申し出なので、すぐ夫人の部屋に案内された。奥さん、宝石箱の鍵を見せてくださいませんか夫人が鍵を渡すと、彼はそれを火の明かりに透かして見入りながら。ああと叫んだ。 それからまた裏へ返して見入りながら。ああを二度繰り返した。夫人が感心した面持ちで。どうしましたと聞いた。今夜は何も申し上げられません。しかし明日は驚くべき。え何です明日は。 驚くべき事実を知らせてくださるとさ。男爵が説明した。オピンコット君はいかにも深い瞑想にふけっているような顔をして、またもう一遍、ああと言って、無言のまま部屋を出た。自分で幾度も言った、あーという言葉の意味を彼が自分でも知らなかったということは言うまでもない。階段を下りながら、 これは厄介なことになった。と思った。階段を降りて客室に入ってみると、オルガ城がみんなと一緒にいた。彼女はすこぶる浮かれ調子になっていた。彼女だけ脇に連れ出そうとしてもダメだった。あざけるような彼女の笑い声が彼の心をじらした。なんとしても、 彼には彼女の心の謎があった。彼女は一瞬間たりとも真面目でいたことがない。彼は今までこんな女に出っくわしたことはなかった。彼は彼女に魅惑され、同時に自分が惨めになっているのを感じた。彼女は他人の前ではわざと彼にからかい、彼を馬鹿にした。そのくせ船の中では、 彼は早速客室を退いて、早くから寝床に入って証言を作る方法を考えた。夫人があんなに失望して手がかりを要求しなければいいのだが、手がかりと言ったら一体何だろう探偵小説で見ると、普通手がかりは足跡やピンやタバコ入れになっている。とにかく物品だ。 明日はどうしてもこの手がかりを探さなくちゃならぬそれより他になすべき方法はないいつの間にか彼は眠り出したそして夢の中でオルガ城の黒い髪の香りと他の高価な神秘な香りを嗅いでいた翌日は近来にない好天気だった周囲に立ち込めた薄い朝霧が 来たるべき昼の暑さを予言していた。朝食が済むと、夫人がいつもの通り彼を招いた。招かれた彼は、さながら、下稽古をしなかった小学校の生徒が先生の前に呼び出される時のような心持ちになった。どうでした彼は耳が痛かった。今日は、きっと手がかりを探してご覧に入れますよ。 今日は手がかりを探してくださるとさ。男爵が繰り返した。夫人は不安らしい顔つきで。明日は皆さんがお帰りになりますよ。と鋭く言った。まあ、安心して待っていてください。オピンコット君は船に乗ることばかり念頭に浮かべながらこう言って部屋を出た。けれども、 オルガ城は船に乗りたがらないで、彼を誘って近辺を散歩した。彼はただ幸福だった。人目のないところでは彼女は非常に漁しやすかった。友情以上の行為さえ示した。手を握っても振り払おうとはしなかった。彼は二度ばかり接吻した。 けれども、それから奥には高い壁があるように思われた。彼はどんな話をしていいか検討がつかなかった。彼女は真面目な態度を見せず、ただ面白半分に彼と話しているようだった。けれども、それだけのことを知るのに彼は午前中を要した。そして知ってしまったら失望した。 彼の方では狂気になって愛しているのに、女の方は謎のようにつかみどころがなかった。彼は昼食の際に食堂に出るのが気が引けた。夫人に事実を告白してすぐにでもロンドンに帰ろうかとも思った。けれども食事はうまくて、食事を済ますとまた元気が出た。彼はバラの花園に出て、 ベンチに座って日光を浴びながらタバコを吸い始めた。別荘を去るのが名残惜しく思われた。それにしても、夫人が手がかり手がかりと催促するのには弱った。何とかして手がかりを探さなくてはならない。とそこへ、夫人が向こうの東屋の方からやってきだした。彼は絶望的になって周囲を見回した。 そこらにある物品らしいもので目に留まったのは、ただ園庭が使うコテが一つしかない。彼はかがんでそれを拾って、夫人が近づくと立ち上がりながらそのコテを渡した。奥さん、これが手がかりですこう言い捨てて、夫人に質問の余裕を与えず、すぐさまスタスタとその場を去った。でこのそばにオルガ城を見つけた。 お別れに、もう一度船に乗って川を下りましょう。ぜひ、乗りましょう彼女は勧められるままに船に乗って、しばらく経つと、二人は川を下りながら楽しい午後を過ごした。二人は若くて、天気は良かった。そして、柳の木の下で、 船べりを舐める静かな音楽的な水の音を聞きながら戯れるのは愉快だった。おピンコットくんにはたとえ一時間の間でも手を取り合って自分が恋をしているのかと思うと愉快だった。自分の考えを身振りに表すことができるのも愉快だった。女にとっては楽しい遊んで若者にとっては 絶望的な魂の冒険だった。彼はその恋が今日一日のもので何の効果ももたらさないということは知っていたが、それでもいいと思った。彼は生まれて初めて自分というものをはっきりと全的に見た。この宇宙点の最も複雑な瞬間に、彼は自己を改造して、働いて、考えて、 勉強しようと心に誓った。帰って新しい生活を踏み出したいと思った。僕はあなたを愛してはいますが、もう思い切ろうと思います。思い切るとおっしゃるくらいなら、その前に所有しようとしなくちゃなりませんわ。彼には所有という言葉の意味がわからなかった。 そこでなぜともなくおそらくは唇を閉じさせるために彼女を接吻した彼は6時15分の汽車でロンドンに帰りたかったので女が拒むのも聞かず断然と船を進めてお茶の時刻に間に合うように抵抗に船を入れた別荘に帰ると召使いが走り寄って男爵が会いたいと言っていると告げた「運命の日が来た」と思った けれども、早くすべての結末がつけたかったので、躊躇せずに男爵のいる方に行った。庭に立ったまま白髪の老人と話していた男爵は彼の姿を見ると、やあ、オピンコットさんティーザ伯爵がお見えになりましたよと言った。白髪のティーザ伯爵はオピンコットくんを見るとびっくりして、おや この方は、ロビンコットさんじゃない。と言った。ロビンコットと男爵はいぶかしげに。ロビンコットだってあなたは電話でオピンコットという探偵に相談しろとおっしゃったじゃありませんか。ロビンコットと言ったのですよ。オピンコットだなんて言った覚えはありません。 おら、誰です、一体。ちょっと難しい状態になった。しかし、この難しい状態は、驚くべき出来事に救われた。檻から、向こうの方から、心中の答えを持って急いでやってくる婦人が。おピンコットさんおピンコットさんと、遠方の方から叫んだ。三人が一時に振り返った。 夫人は近づくと、右手に持った真珠の首飾りを示しながら。まあ、オピンコットさん、どうお礼を申し上げたらいいでしょう。だって、ティーザさんが紹介してくださったのは、この人ではなくて、ロビンコットという探偵だったそうだよ。と男爵が言った。ロビンコットって誰です ロビンコットという人に頼むべきところを誤ってこのオピンコットさんにお願いしたんだよ。まあ、なんだか知りませんが、とにかく私の首飾りを発見してくださったのはこの方です。まあ、皆さん聞いてください。どういう方法を取られたかそれはわかりませんが、このオピンコットさんは二日の間というものを考えて考えて考えるばかりされました。 刑事のバテズリーさんのように部屋を覗き回ってなんぞいないで、いつも静かに隠れていらして、唐突に手がかりを発見なさいました。どんな手がかりをと男爵が聞いた。まあ、聞いてください。今日この方が、この腰掛けに座って、何やらしきりに考えていらっしゃるので、私がそばに行くと、この、なんと言いますか、 まあ、庭師が使うコテですね。このコテを私に渡して、これが手がかりですとおっしゃったなり、スーっと向こうに行っておしまいなすったのです。私はしばらくコテを手に持ったまま考えていましたが、考えているうちにふとあることを思い出しました。どうです私は土曜日にこの腰掛けに座っていたのです。 そしたら電話がかかったと言いますから、宝石箱の鍵のついた鎖を、この腰掛けの上に置いたまま電話をかけに行って、しばらくしてここに戻ってみますと、やはり鍵があったので、その時には何とも思わずにいたのです。ところが、今日この小手を見て、あの時腰掛けのそばに庭師が働いていて、 私が電話をかけに帰ると妙な目つきで私をちらっと見たのを思い出しました。それで今庭師の小屋に行ってみたのです。そしたら夫婦とも小屋にいました。盗んだ首飾りはどうしたと私が尋ねると、亭主は知らないと言いましたが、妻の方が急に声を上げて泣き出しました。そこで、 何もかも分かったのです。亭主も間もなく罪を告白しました。聞いてみると、あの庭師は善果者なんだそうですよ。悪い男なんです。けれども妻が、警察に訴えるなら死んでしまうと言って泣き出しましたから、警察に訴えることだけは許してやりました。私も気が弱いものですからね。でもまあ、これで安心いたしましたわ。 本当に、オピンコットさん。なんとお礼申し上げていいやら。僕は、ただ自分の役目を果たしただけですよ。と、オピンコットくんがすぐ答えた。いかがですお礼休めにもう二三日投入してくださいませんかいや、六時十五分の汽車で帰ります。他の事件の捜査を急ぎますから。 ああ、さようですか。と男爵が言った。しかし、よく探してくださいました。それから、ピーザ伯爵の方に向き直り。あなたのお電話を聞き違えて、結局幸いでしたね。はっははは。伯爵もこの言葉にはやや不快を感じたらしかったが、ちょっと肩を揺すって、おピンコット君に丁寧に会釈し,した。 オピンコットくんはそれきりオルガ城には会わずじまいだった。彼は別荘を立ち去るときに離れ屋のそばを通ったが、ちょうどそのとき、池垣の向こうで彼女が愉快そうに笑いながら、フィフティーン、フォーティーンと叫んでいるのを聞いた。牧師と単試合をやっているのだ。人生はおかしいものだなあ ロンドンド行きの一等客車の片隅に座った彼が心につぶやいた彼の胸のポケットの中には100ポンドの小切手が入っているすべてこれらのことは今から3年前のお話だ不思議なことに彼は探偵を始めると早々にこんな大成功をしながらそれきり探偵の仕事を辞めてしまって 二度と探偵として報酬を稼ごうとしなかった彼は今では小さいながら外国の古きっての店を出してうまくやっているお嫁さんは金物屋の娘だということだが利口でもなければ美しくない代わりにそれを埋め合わせるだけの特質を持っているその特質の一つは心からオピンコット君を崇拝しているということだ 彼女は自分の夫を男前のいい忠実な利口な人だと思って大変自慢にしているそれから夫が伯爵夫人の首飾りを探し出したという逸話も信じている彼女が信じているのはおそらく彼が真実を語ったからであろう彼は兄のジョンや妹のジェーンやエンマにも真実を語ったがこの場合には 嘘の神でも俺のものだと言いたがるほどのロマンティックな色をつけて話した。しかしそれでいいではないか。人間は誰しも自分を守らねばならぬのだから。